栄誉と夢すべての試験の最終結果がクイーンの掲示板に貼り出されるその朝、アンとジェーンは町の通りを連れ立って学校の方に歩いていた。ジェーンはにこやかで幸せだった。試験は終わったし、少なくとも通ることは確かなので、これで一安心だった。それ以上、ジェーンが悩むべきことは全くなかったのだ。 まかける野心など持たなかったからそれにつきまとう不安に心乱されたりはしなかった何事もこの世で何かを得ようとする者はそれ相応の対価を払わねばならない高き望みを持つのは価値あることでも望んだ結果を安く買い叩けるわけではなく努力と自制というしかるべき税を払い 不安と落胆に耐えなくてはならない。青ざめて口も聞けない案だった。あと10分少しで誰がメダルを勝ち取ったか、エイブリーは誰なのか知らされるはず。この10分が過ぎた後も意味のある時は流れているんだろうか。大丈夫。ともかくどっちか一つはあんたが取るから、とジェーン。教授連だって、 それほど不当ではないはずだし、きっと悪い結果にはならないだろうと、ジェーンには思えたのだ。エイブリーの望みはないな、と案。みんなエミリー・クレイが撮るって言ってる。あたし、みんな見てる前で、掲示板まで堂々と歩いて行って、確認するなんてできない。情けないけど、そんな勇気ないの。まっすぐ、女性用の控え室に行くことにする。 発表を見るのは任せたわ。必ず結果を教えてよ、ジェーン。あたしたち長い付き合いでしょお願いだからなるだけ急いで見てきて。もし落ちててもちゃんとそう言ってよ。回りくどい言い方はやめ。それから絶対に同情しないで。約束だよ、ジェーン。ジェーンは厳かに約束した。がその直後、 こんな約束も必要なくなった。二人がクイーンの入り口の階段を上がると、行動は男子生徒でいっぱいで、みんなでギルバートを肩に担いで回りながら大歓声を上げていた。メダリスト、ブライス万歳。一瞬青ざめて気分が悪くなるアン。挫折感と失望が胸を鋭くえぐった。 つまりあたしが負けてギルバートが勝ったんだ。ああ、マシューが残念がるだろうな。あたしが勝つってあんなに信じてたのに。だがその時、誰かが大声で叫んだ。エイブリー受賞者、ミス・シャーリーに万歳参照。ああ、アン。息を呑むジェーン。心から万歳が唱えられているところを突っ切って。 二人とも女性用の控え室に逃げ込んでしまう。ああ、アン、私も嬉しいよ。すごいじゃないあっという間に二人は女子学生に取り囲まれ、アンは笑顔とおめでとうという黄色い歓声の真っただ中にいた。肩はバンバン叩かれるし、両手はブンブン振り回された。小疲れ、ひかれ、抱きつかれ。 そんな中でジェーンにはこう囁くのがやっとだった。ああ、マシューとマリラが喜ぶよね。すぐにこの結果を手紙に書かないと。卒業式が次に控えた大イベントだった。式は学院の大行動で開催された。祝いの字をいただき、小論が読まれ、歌が歌われ、そして卒業証書と、 ショートメダルが授与された。マシューとマリラも式に出席していた。二人の目と耳が向けられているのは、演台の上のたった一人の学生。背が高く淡い緑の服の娘。ほのかに赤みが差した頬と星の輝きを持つ瞳で、最も評価の高かった小論を読み上げる、あれが エイブリーの受賞者だと指さされ、囁かれている娘だった。あの子を置いて、よかったと思うだろう、マリラ。と囁くマシュ。アンが小論を読み終わると、行動に入って初めて口を聞いたのだ。別に、今初めてよかったと思ったわけじゃないわ。と言い返すマリラ。何か言えば気が済むのかしら、マシューカスバート。 二人の後ろに座っていたバリージョーが顔を寄せて、手にしたパラソルでマリラの背を軽く叩いた。あの、アンジョーちゃんには鼻が高いんじゃないあたしもよ、とバリージョーその晩、アンはマシューとマリラと一緒にアボンリーの家に帰った。4月からずっと帰っていなかったので、もう一日も待てそうになかったのだ。リンゴの花が咲いて、 世界中が生き生きと若返っていた。ダイアナがグリーンゲーブルズで待ち構えていた。懐かしい白の部屋に入ると、マリラが育てたバラの鉢が窓辺に飾ってあった。アンは部屋全体を見回して大きく幸せを吸い込んだ。ああ、ダイアナ、よかったな。また帰ってこれて。向こうの尖ったもみが、 紅色の空に生えているのも、すごくいいし。あの花盛りで真っ白の果樹園と、懐かしい雪女神も、ミントの息吹が香って素敵じゃないそれにそのティーローズ。そう、歌と希望と祈りが全部一つになっているみたい。そして、あんたにまた会えて、すごくよかったよ、ダイアナ。あたしなんかより、 ステラメイナードとかいう子の方が好きなんだと思ってた。と、不満顔のダイアナ。ジョージーパイからそう聞いてるよ。ジョージーの話じゃ、あんたその子にベタベタしてるそうじゃない。アンは笑って、いただき物のブーケからしおれたジューン・リリーを抜いては、ダイアナに投げつけた。ステラメイナードのことは世界で一番気に入ってるけど、一人だけ例外がいるの。 その例外はあんたよ、ダイアナ。とあん。前よりもずっと好き。それにたくさん話したいことがあるしさ。でも今はここに座ってあんたを見ていたい。それで十分嬉しいの。疲れたんだと思う。高い目標を立てたり、それに向かって頑張ったりでくたびれちゃった。明日になったら少なくとも2時間は カ樹園エンの草の上で寝転がって何にも考えないでいることにするんだ。あんた本当によくやったもんね、アン。先生にはならないんでしょエイブリーを取ったんだから。うん。9月にはレドモンドに行くことにしている。この私が大学に行くなんてなんだか奇跡みたいだと思わない ?3 ヶ月間の光輝く黄金の夏休みが終わるまでに 新品の野心を仕込んでおくの。ジェーンとルビーは学校で教えることになってる。考えてみるとすごいことだよね。私たたちみんな試験に合格したんだもん。ムーディースパージョンやジョージーパイも含めてね。もうジェーンにはニューブリッジの理事会からうちの学校に来ないかって話が来てるんだって、とダイアナ。ギルバート・ブライスも学校で教えるつもり。 しょうがないのよ。結局、ギルバートを来年大学に入れようとすると、お父さんに負担がかかりすぎるんだって。それで、自力でやっていこうって決めたのよ。エイムズ先生がここを離れることに決まったら、ここの学校で教えることになるんじゃないかな。不意を打たれて、アンはなぜか、わずかに動揺した。そんなの聞いてない。 ギルバートもレドモンドに行くんだと思ってたのに、やる気の源のライバル関係がなくなって、これからどうしたらいいんだろう。男女共学の大学で本物の学位が取れるかもしれないとして、敵であり友達という今までの存在がなくなったら、大学の勉強が気の抜けたものになってしまうんじゃ翌朝のお朝食の席で、 アンはハッと気がついた。マシューの様子が良くなさそうだ。確かに去年よりずっと髪に白いものが増えていた。マリラ、マシューが出て行ったところで口を開いたが、なんとなく聞きにくい。マシューのことだけど、具合はいいのうん、よくないわ、とマリラの不安そうな声。春頃、 何度か心臓がかなり悪い時期があったのに、ちっとも体をいたわろうとしないのよ。本当に心配してたのよ。でもここしばらくはいくらか具合が良くなってきたし、よく働く雇い人も見つかったことだから、体を休めて体調を取り戻したりとかしてもらえばいいんだけど、あんたが帰ってきたから多分そんな気になるだろうね。あんたがいるといつも機嫌がいいのよ。 テーブルの向こうから身を乗り出して、アンは両手でマリラの顔を挟んだ。思ってたほど元気がないのはマリラも一緒だよ。ね。疲れてるみたい。働きすぎなんじゃない体を休めなきゃ。私が帰ってきたんだもん。今日一日だけ休みをもらうね。懐かしい思い出の場所を歩き回ったり、昔よく見た夢を探しに行ってくるの。 そしたら今度はマリラがノ々とする晩。代わりに私が働くからさ。マリラが大事な娘に優しく笑いかけた。問題は働きすぎじゃないの。頭の方よ。かなり頻繁に頭痛がするようになってきてね。目の奥がね。スペンサー先生にはメガネを何度も変えさせられたけど、どれも大して気がないの。 何でも6月の末にこの島に有名な眼科の先生が来るらしくて、その先生に見てもらうように言われたわ。そうしなきゃいけないんだろうけど、今じゃ何か読んだり縫い物したりがおっくうでね。それよりアン、クイーンでは本当によくやったわね。一級免許を一年で取るし、エイブリー奨学金に選ばれるし。まあ、リンドさんなら、 おごりは滅びの始まりだとか、女が高等教育を受けるなんてどうかしら、とか言いそうだけど、高等教育では女の真の力を発揮できないんだそうよ。私は全然そんな風には思わないわ。レイチェルの話で思い出した。最近、アビー銀行のことで何か聞いたアン。危ないらしいわよ。とアンの返事。どうして レイチェルがそんなことを言ってたのよ。先週いつだったかここに来て、あの銀行が噂になってるって話していったわ。マシューが本当に心配したのよ。うちの蓄えは全額あの銀行に預けてるの。一円残らず。何はともあれ、マシューにはまず貯蓄銀行に預け替えて欲しかったんだけど、アビーおじいさんと父は親しく友達付き合いをしてたから、 父がずっとそこに預けてたのよ。マシューに言わせると、あの人が上にいる銀行なら誰でも安心して任せておけるってことだったし。その人、を何年も前から名前だけの支配人なんじゃないとンかなりの年だもの。今、あの銀行の実権を握ってるのは、老いたちなの。それでね、レイチェルからそんな話を聞かされたから、 マシューにすぐお金を引き出すように言ったの。マシューも考えておくということだったのよ。ところが昨日マシューがラッセルさんに銀行は全く問題ないって吹き込まれてね。久しぶりにアンが古外の世界と休校を温められた一日だった。その日はアンにとって忘れられない日になった。 明るく黄金色に照らされた晴れ渡った一日で、日が陰ることもなく花が咲き誇っていた。アンは充実した時間をしばらく果樹園で過ごした。ドライヤードのおしゃべり泉と、柳ヶ池とスミレの神殿にも足を伸ばした。その後、牧師館を訪ね、アラン夫人との話に満ち足りて帰ってきた。 そして最後に日が低くなった頃、マシューと一緒に恋人小道を通って、牛を追いに裏手の牧草地まで行った。森は隅々まで夕焼け空の五光に包まれ、汗ばむほどの光の本流が西の丘の合間を縫って差し込んだ。腰を曲げてマシューがゆっくり歩いていく。アンは高い背をシャンと伸ばし、 弾む足取りをマシューに合わせた。今日はずっと働き詰めだったんでしょう、うマシュー。と咎める。もっと気楽にしたらうん、そうだな。そんな気にならんのだよ。と、囲いの軌道を開いて牛を入れるマシュー。歳を取りすぎてしまったからな、アン。体に染みついて離れんのだよ。やれやれ。 今までずっと精を出して働いてきたことだし、元気なうちに楽に行きたいもんだな。もし、注文通りあたしが男の子だったら、と物思いに沈む案。今頃たくさん手伝いもできたし、いろんな面でマシューの役に立ってたはず。心の底から思うの。男の子だったらって。少しでも役に立ちたかった。うん。 そうだな。わしは、お前が言いてくれた方がいいな。男の子、一ダーすよりずっといいよ、アン。と、マシューが、アンの手を優しく叩いた。いいかい男の子、一ダーすよりずっといいんだよ。うん、そうだな。男の子じゃなかっただろう。エイブリー奨学金を取ったのは。ありゃ、女の子だったな。わしの女の子だ。 ののの自慢の女の子だ。いつもの恥ずかしそうな笑みを見せてマシューは中庭に入っていったその記憶を胸にその晩自室に向かったアンは開いた窓辺にしばらくじっと座って昔の思い出を遡ったり将来のことを夢見たりしていた郊外では雪女神が月明かりの中で白くおぼろにかすみ 沼地のカエルの鳴き声が果樹園坂を越えて聞こえてきた。後にアンが決まって思い出したのは、その夜が白金色で安らぐように美しかったことと、花の香りが漂って穏やかだったことだった。これがアンの人生と悲しみが無縁だった最後の夜になった。どんな人生も変わらずにいられなくなるのだ。 ひとたびあの凍るような清めの手が置かれた後ではこのチャンネルは不思議猫招き動画をお届けしていますチャンネル登録と高評価お待ちしています